はい、こんばんは、皆さん。893チャンネルでーす。今日はですね、ちょっとね、ありがたいことに、チャンネル登録者の方に、情報提供というか、はい、ヤクザ情報を、いただいたんですけど、ありがたいことに。で、今日いただいた情報っていうのが、すごい情報なんですよ。はい。はい。で、今日入手した、情報っていうのが、日本の、ヤクザ。はい。日本で一番大きなヤクザっていうと、山口組ですよね。はい。で、その六代目山口組の、組長である、塚忍組長こと、篠田健一さんの、入れ墨姿の画像を極秘入手しました。はい、パチ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 。はい。これはなんだっけ、チャンネル登録者の方が情報を提供してくださったんですけど、塚忍組長っていうか、篠田健一組長を知らない、知らない男だったら知ってると思うんですけど、女の人は知らないかもしれないですけど、ヤクザで、日本のヤクザ界で、一番有名な方なんで、知らない人はいないと思うんですけど、ちょっと今からちょっとウィキペディアというか、あとはネットのなんだっけ、データ情報を読んで、ちょっと説明したいと思います。塚忍、篠田健一、1942年1月25日生まれ、日本のヤクザ、六代目山口組組長。都市名塚忍の由来は、耐え忍んで司るから。これが本当かわかんないんですけど、なんか、諸説ありって書いてあるんですね。うん。それはネットにこう書いてるんですけど、生い立ち。1942年昭和17年、大分市生まれ、大分県立水産高等学校出身。意外にもなんか高校とか出てるんですね。司忍組長は。じゃあ結構頭いいんだ。それは置いといて、ヤクザ界のもう大物中の大物ですよ。山口組組長っていうと。はい。それで、ちょっと端折っちゃったんですけど、今から早速ね、司忍組長の、入れ墨姿の画像を見てみようと思います。はい。じゃん。おぉ、こりゃすげえ迫力だね。ちょっと怖いね。さすが、日本一の、ヤクザの組の組長っていう感じですけど、拡大してもこんな感じで、この画像を見る限り、その情報提供してくださった方が、山口組関係者の方かわかんないんですけど、なんか、やっぱこれは多分山口組の本部てか本家かわかんないですけど、杯場所かわかんないですけど、すごいですね。ほら、後ろに、山菱の大門があって、すごいかっこいい。かっこいい。かっこいいって言ったらおかしいか。で、ほら、山口組の、なんていう、旗ですかね。それはいいんですよ、どれも。それよりも、司忍組長の入れ墨なんですけど、胸割りですね。すごい綺麗な胸割りで。はい。これなんで、このふんどし姿なのは、なんでこんなふんどし姿なのかわかんないですけど、情報提供者の方曰く、ヤクザはね、入れ墨見せてなんぼだっていう感じらしいです。はい。ちょっとなんか、拡大して見てるんですけど、どういう絵柄が描かれてるのか全くわかんないんですよ。風神、詳しい方曰く、風神雷神って言ってるんですけど、ちょっと、画質がちょっとあんま良くないんで、よくわかんないですね。はい。すごい、あれですね、かなりかっこいい、男らしい入れ墨ですね。はい。なんか全身彫りじゃなかったってのがちょっと意外でしたね。はい。今回はこの六代目山口組、
司忍組長の、入れ墨を見たんですけど、さすが、日本一のヤクザだけあって、すごい迫力がある、かっこいい入れ墨だなって思いましたね。はい。この、画像情報をくださった、登録者の方、ありがとうございました。いやー、男だったらこんな風に、本当掘りたいですよね。いつかはね。はい。ってことで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、お願いします。